福井県年島博物館は、福井県三方上中郡若狭町にある自主学及び考古学の博物館。三方五湖の一つである水月湖の湖底で発見された7万年に及ぶ年島に関する展示、研究を行っている。特別館長には山根一馬が就任した。本建物は、2020年に日本建設業連合会主催の第61回。 pcs 賞の一つに選ばれている。また、2021年3月に公益財団法人日本博物館協会が検証する第2回日本博物館協会賞の受賞が決定した。都市島の薄切り標本、機械カルデラの火山灰が積もった部分を示す。都市島の薄切り標本の拡大写真年島の展示の様子年島と並べてこれまでに知られている。 出時時代代び歴史時代の出来事が説明されている水月湖は、福井県三方上中郡若狭町にある三方五湖の一つで、面積4.06平方キロメートル、周囲9.85キロメートル、最大水深38.0メートルの気水湖である。水月湖は、水深が深く、湖内に直接流れ込む大きな河川がなく、 その流入などで固定の堆積物がかき乱されることがないため、都市島が一枚ずつきれいに積み重なっている状態が保たれている。また、固定に酸素がないため生物が生息しないことで、都市島がありのまま残されていた。さらに好条件となった背景には、湖周辺の断層の影響で、湖の底面が沈降し続けており、固定に 毎年堆積物が積もっても湖が埋まることがないという得意な条件が揃っており、水月湖の都市島は奇跡の堆積物と呼ばれる。この水月湖の調査は1991年から開始された。2006年に始まったボーリング調査では、固定の堆積物は70メートル以上の深度まで、及び技術的に一本の連続した資料として掘り出すことが不可能であったため、 最終的に別々の4箇所の穴からそれぞれ長さ1メートル程度のコアを掘り出し、島模様のパターンマッチングを行い、総延長70メートルにも及ぶ1本のコアの層に復元された。これは過去約16万年分の連続した土を採取できたこととなり、その1ミリメートルの抜けもない、完全に連続したこのコアサンプルは SG06 と命名された。その後、 日本、イギリス、ドイツなどの共同研究チームが分析を進め、放射性炭素14、炭素12の比率を調べることで、11200年から52800万 2, 年前に、渡る過去約5万年間の放射性炭素年代測定を行い、その研究成果を学術雑誌、サイエンス史上で発表した。過去に例を見ない、誤差が約5万年間で170年程度という精度の、 高さから、この水月湖の都市島から得られたデータは、2012年7月13日に、フランスのユネスコ本部で開催された、世界放射性炭素会議総会で、地質学的年代決定における、事実上の世界標準となった。東博物館では、その成果を中心とした展示が行われている。7万年にわたる45メートルの深さの都市島の実物を、 エポキシ樹脂包埋にした上で、薄切り標本として展示している。また、水月湖の都市島の成り立ち、日本国内外で観察される都市島、都市島から推定された周辺の気候、古気候学などについて解説、展示されている。一部の展示の説明は、QR コードを読み取って行われるため、観覧の際は、タブレット端末を持参すると便利である。 JR オバマ線三方駅から徒歩20の25分ほど、レンタサイクルで10分ほどである。同じく、三方五湖の三方向のほとり、川の川口近く、縄文土マンパーク内に位置する、敷地内には、若狭三方縄文博物館、縄文コロセウム、福井県立三方青年の家、道の駅三方五湖、福井県里山里海湖研究所が隣接している。 火曜日と年末年始は休館。若狭三方縄文博物館との間では共通割引入場券が発売されている。ありがとうございます。